井上真でございますよ。もうミルク佐藤でございます。サッカーをもっともっと楽しむためにサッカーアカデミー教授よこちらでございますね。どんカターレ富山宇野ゼロの美学、おー JSB のお話、うん、そうでございます。好調ですよね。はい、今ねこれ収録してるのが6月の30日なんですが、はい、なんと富山6月全部1-0勝ちです。なんと5連続宇野ゼロ勝利という形になってまして、かっこいいな。そうなんです、はい、序盤戦ちょっとね苦労する時期とかもあったんですが、ね、ちょっと5月の途中あたりからいきなりちょっと変わってきたなというところもありまして、明らかに何かがあるのが要因として。そうなんですよ、それも含めて今日はお話しさせていただこうと思います、はい、よろしくお願いします。富山といえばね、マシンガンこうシュート数で誇ってた 2,3 年前とかね。そうなんですよね、先生もこれ出してくれましたけども、はい、はい、その時期からやっぱちょっと変わって、はい、ということになりまして、はい、まあ、去年と今年とかの、まずはスタメンの違いみたいなところからまずは見ていただきましょう。お願いします。1枚目こちらでございます、はい、ドン。一番左が昨年の対戦になりまして、ほい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 、で真ん中がこの連勝街道が始まる前の段階でのスタメン、で一番右が今のね連勝を続けている段階でのスタメンを、基本的にってところで記載してみましたよというところ。連勝は変わったわけじゃないね。そうなんです、うん、基本的にずっと、3バックプラス1アンカーウイングバックつけて、シャドウ2枚の、フォワード2枚って感じでやってるのは変わりませんと。まあ、あと去年に比べて今年はね、うん、例えば岐阜からやってきた川西翔太選手がいたりだとか、ね、去年、はい、福島からやってきた、まあ、鎌田選手だったり、うん、あとは宮崎からやってきた大畑選手がディフェンダーに入ったりだとか、まあ、そんなことがありましたけど、どうぞ、なんかにしてもね、真ん中のところで考えると、うん、ね、いわゆる今年の序盤は、いわゆる8試合で3勝1分け4敗と負けの方が先行してた。うん、で得点が 1.5、まあ、1試合に1点以上取れてるけど、はい、うん、失点が 1.86 と2点ぐらい取られてたんですね。ただそれが5月のね、後半ぐらいから変わりまして、しまったですね、失点がなんと6試合で1。すげえ。すごいんですよ。これはなんかね、ガッチリ何かを変えたわけです、うん、そうなんですよ。メンバー的には変わらないですね、そんなにね。まあ、というところで、まあ、どんな感じのデータになってるのかちょっと見ていただきましょう。はい、こちらでございます。ドン、はい、ディフェンス面からまずは見ていただこうと思いますけれども、はい、こんなになっておりますと、はい、こちら3つの時期に分けておりまして、はい、一番左が2021年、はい、真ん中が2022年の開幕期のところ、そして一番右のところが5月以降というところになっておりますと、はい、これで見てみるとなんですが、真ん中、今年の、まあ、初めの方っていうんですか、の失点がやっぱりちょっと多くて、はいはい、やっぱ2点ぐらい取られてたりする、いわゆる18チーム中でも17位とちょっとね、成績は芳しくなかった。はい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 。しかもシュート自体も結構枠内に打たれることが多かったっていうのがあるんですよね。1試合に4本ほど打たれていたと。はい、そうそう、うん。それ以外の出てもそんなに悪くないわけ、良くない、あ、悪くないわけじゃなかったんだけど、っていう時期でございます、うんうん。で、これ黄色と白とピンク何かっていうと、黄色があの3つの時期の中で最も良かったところ、ピンクが3つの時期の中で最も悪かったところとなっておりますが、と。ただっていうね、見てみるとやっぱ失点じゃないからね、はい、そうなんですよ、うん、で、じゃあ何がって言われたら、うん、あからさまに数値が変わったのはこの失点の部分ですけど、うん、はい、もう一個はちゃめちゃに変わったのこちらですね、はい、クリアス、クリアス、クリアしてる回数が、はい、そうなんですよ。ただ自陣には一番入られてるってことですね。そういうことなんです。何これ引き込んでクリア作戦、そうなんですよ、おうおうおう、になっておりますと、はいはいはい、それがしかもどれぐらいなものかってことをちょっとこちら見ていただこうと思うんですが、はい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 、より細かくしてみました、はい、このね一節から八節となってるところは、はい、まあ、そのねまだこの連勝が始まる前のところになるんですけれども、はいはい、その後連勝街道のこのね九節以降のところを細かいデータにしてみましたと、はいはいはい、でそれで見てみるとこれ何かって言ったら、うん、黄色があの全体の時期で一番ね、少ない数になったものを表していて、オレンジがその1節から8節までの平均より下回ったところなんですけ ど、うんうん、実はこれ見てみるとあのタックル数途中で奪った数で考えたら、うん、1節から8節よりも今のこの連勝街道期の方が少ないんですよ、うん、なんだけどクリア数見ていただけると、うん、それまでが 21.9 回のクリア数1試合平均だったのが、うん、なんと相模原戦以降のこの宇野ゼロ街道のところでは42回30回なんだら宮崎さん55回なの、めっちゃクリアしてるってこと、倍ぐらいになってきちゃったんですよ ね、うんうん、なるほどね、入り込まれることはあったりするんだけれども、うん、クリアっていうところでも8回跳ね返し、何ですかこれは、こう守備がシンプルになってきたってこと、そういうことなんですよね。後ろからつなごうとかじゃなくて、とりあえずもう書き出せっていう、その、守備至上主義的な。
さすがマーサ、そしてもう一個出てきたのが一番下ご覧ください。ポゼッションと呼ばれるね、いわゆる絞る支配率の指標を持ってきたんですが、まあ、極めつけは一番右の長野瀬の、そう、31.2% なんてのもありますけど。放棄したんだ、ポゼッションを。さすがマーサ、正解です。さあ、思い出していただきましょう。はいはいはい。今の J3 のトレンドは、はい、ボールを放棄することに実はあります。あ、本当？はい、2020年、このコロナ禍始まったあたりからですね、はい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 、2020年に昇格したのが、秋田と相模原でしたが、はい、彼らは、J3 全チーム中での、ボールポジション、ワースト、ワンツーのチームが昇格したんですね。はい、シンプルにつないでね、カウンターで。そうなんです。つないでというか。で、去年も熊本はちょっと例外だったんですが、岩手も最もそれこそボールポジションしないチームだったんですよ。なるほど。そして、なんと富山、この6連勝の時期で、ついにというか、最もボールポジションしてないチームになりました。はぁ。要は、やっぱりこう、なるほどね、うん。一つのカテゴリーの中で一番上取ろうと思うだけだったら、はい、いわゆるボールポゼッションして自分たちでパスワークつないでってこともいいんだけど、一つ上のカテゴリーにも目指してってことに考えると、やっぱりより上がいるわけだから、ボールを奪うリバプール型のサッカーですね、どっちかっていうとね、昔で言うね。それは何も J2 を見越してこうしてるってこと？おそらくそうだと思いますね。現実的に J3 を勝つためにやってんじゃないの？両方だと僕は思います。うん、両方でしょうけど、どっちかって言ったら、後者じゃない？僕は両方かなと思いますね。要は、なぜかというと、秋田が現状そのモデル、その後2021年も2022年も成功し続けてるんですよ、ね。実際ほら J3 で上がってきてるわけでしょ、うん、そうですね。でも前半はそれしてなかったわけでしょ、どっちかっていうと。ってことは J3 を勝つためでしょうよ。いや、それはあるよ。それはあるんだけど、それを超えて、おそらく何年も同じようなモデル。言いたいことはわかる。言いたいことはわかる。なるほど。そうそう。やるんじゃないかなって思われます ね。うん。よく見っけましたね。あれね。はい、だから、すごいのが、シュートもまあ別にそこそこ打たれちゃいるんだけど、はい、よく見てみると枠内にもう最近全然飛んでないんですよね、うん。宮崎さんだけは結構ね、相手の攻撃力の強さもあって7本枠内にも打たれましたが、シュートは打たれても、いわゆる枠外だったら別に良くないっていう、はいはいはい、という割り切った考え方もされてるのかなと。綺麗な戦いというよりは、まず跳ね返して、うん。ってことだね。そうですね。で、そこで奪って長いカウンターで決めちゃおうってところで、もう一個見えたのはこのオフェンスの面でがより出てきたものがあります。こちらでございます。ドン。また3つの時期に分けてみたんですが、こちらの得点枠内数、枠内シュート数、シュート数、ペナルティーエリアの進入数、アタッキングサードの進入回数ということで分けてみたんですけど、ね、はい、はい、こちらも黄色がそれぞれできて一番良かったもの、ピンクが一番悪かったものになるんですが、はいはいはい、要は今連勝街道を続けてる今がオフェンスの項目としては一番悪いんですよね。得点こそいいですが、うん、枠内シュート数。そう。枠内。おー、なるほどね。全部ピンクで。なんなら、ペナルティーエリアに入った数なんて、J3 で一番少ない数なんですよ。へー。なんだけど、点は取れるってことで、はい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 。要は割り切った考え方ですよね。うんうん、もう相手のものを相手にボールを持たせて俺ら奪っちゃうよ、奪うラインは高めとかっていう場合じゃないものもあったりする、低めのこともあるけれども、ね、その代わり相手をね、自分の陣内に一気に引き込ませて一撃で決めてやるぜっていう難しいことを考えるよりも、うん、バリエーション云々とかよりもみんな一丸となってっていうなんとなくの考え方だね、これは。そうなんですよね。はあはあはあ、で、それでここでまた出てくるんですけど、やっぱり今の富山が最も似てるデータ示してるかなっていうのが、はい、うん、やっぱり一昨年も2020年のやっぱ秋田だったり、はい、うん、あと今年で言ってもやっぱり最も激似のチームは2022年 J2 秋田なんですよね。あ、なるほど。おそらくそのモデル踏襲してやってるんだろうなというところが。そうか。うん。結果につながってきてるってことですね。そうなんです。一応オフェンス面細かいのもまあ見ていただこうと思いますが、こちらもやっぱりそうで、うん、黄色のところが、いわゆるね、8節までのものの平均を超えてきたものってものだけとかね、うん、黄色とかオレンジのところ載せてたりするんですけど、はい、要は、やっぱね、オフェンスの目は今までよりも下がってんすよ。なんなら分かりやすいのがやっぱり枠内数のところで、はい、5連勝しておきながら枠内シュート数3、1、2、3、1と、1試合平均に枠内飛ばしてるの2本ぐらいしかないんですよね。おー、渋いですね、スナイパー。うん、だから守備はしっかり俺らできるから、うん、そこで守っちゃって一撃でも決めりゃいいんだから、はい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 、そこでやってこうぜってのがよりシンプルになってったんだろうなと。なるほどな。うん、いうところかなと。意思統一も何より感じるね、なんかね。そうなんですよね。
だそこは、いわゆるこの意思統一までの間にちょっと時間がかかったってだけなのかなって。最初からこっちのことをやろうとしてたってことはそうなの？かもしれないし、もしかしたら急に変えたのかもしれないし、ちょっとまだ分かんない部分あるんですけど。データから見えてくるのは、でも途中から変えたっぽいんじゃないの？そうなんですよね。か、急に何かこう、はまったかね。まあ、これあくまでデータなんで、どっちってことは分からないんですけど、お声聞かない限り。そう、そういうものが見えてきました。なるほどですね。というところでございます。面白い。まあこれでね、結構 GSD でも後ろから繋ごうとするチーム多いじゃないですか。そうなんですよね。そっちは志高く一見見えるですけども、どっちの志もあるっていうのが分かりましたし。そうですね。だし、ある種そこを放棄することもね、一つ。まあそれも戦略ですからね。なるほどな。っていうものを示してくれたのが、はい、今のこのね、富山さんなのかなということで動画にさせていただきましたと。これはこれと分かって楽しめば非常にサッカー見ると面白くなりますと、ね。面白いと思いますね。はい、分かりました。さすがデータも楽しみ。ありがとうございました。ということで、宇野セロの美学 CB。ね、楽しんでまいりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。いろんな話題で毎日やってます。朝晩動画出してます。そうです。我々はクレイジーなんですね。お昼は、休み時間ラジオサブチャンネルで出しております。チャンネル登録、高評価ボタン、イベントもやってます。よろしくお願いします。それじゃあね。じゃあね。ありがとうございました。じゃあね。